ない。コールはするんだけど。何やってんだよあいつ。出てる人間でセリフを振り分けるとかできないですか。そっちは問題の出たよ。あ、鳥山さんの代わりを。いや厳しいでしょ。比較的出ますね。龍王寺が鳥屋さんの役で出るときに出番になったら俺がそっち行きます。俺前半決まりです。俺やるよ、しょうがない。俺がやるよ、やるよ、いいんだろ、やるよ。じゃあ鳥屋がしたら益子の役やらせるよ。どうだ。いいでしょ。それ盲点でした。おかしいでしょ。鳥屋を来たらそれぞれ自分の役やればいいでしょう。どうだ。何してんの。時間が止まればと思って。時間が止まるのと時計が止まるの全然別だから。十分と口が違いしたして。現にそれやらされて俺ら一体何なんだよ。あれ、こいつ祈っちゃった。いいんですよ、それで。どうも今日客席の空気が重いな。どう思う、後藤さん。だって牛若がいるときだけやたらと気が一時間をかけるよ。誰かが犠牲になんなきゃならないわけだから。牛若は俺のことどうなんだよ。すまんな、牛若。何で成長だったよ。牛若。舞台に立ってると腹が減るだろう。よしよし、じゃあ何するんですこれ。何ですか。隠された。ここだ、ほら、ここだ。益子さんっていいとこのお嬢さんなんですか。こんな時になんですけど、さっきの話の続きなんですけど。さっき俺の財布ねえんだけど。それで私が犯人だっていうことになる。お前にちょっと聞きたいことがある。聞くのやめろ。アイビアなんだけどさ、ババゾノしか使ってねえらしいじゃん。バレたって、あそこにバレちまったんだよ。カメラ回収しろって。俺が悪いわけじゃないでしょ。あれとか急に。トイレだろ。コトさんが死んでます。気をしっかり持って。あんた以外の時間は着実に奪ってんの。それだ。時間が戻れば。それだじゃねえよ。戻んねえから。あ、いいんですよ、あっちです。もう今日客席の空気が重いな。ない。時間ある。コトさん死んだよな、ゆうべ。ゆうべってことにしちゃうわけ。また結局。コトさんが大丈夫。俺この服でよかったの。今日は客席の空気が重いな。俺の財布がねえぞ。これずっと繰り返すのかな。時間の流れをさ、こう変えていけばいいんじゃねえの。だから内若があいつなんで、内若がこれ食うの止めりゃいいよな。マジに夢見てるんだと思ってたの。はい、帰って行ったわよ。この弁当を取り上げてくれ。うっしゃ、母さん。ちょっと、あの、何やってるんですかね。いや、俺さ、一回食べてみたかったんだよ。やっぱな、あの結末に向かいつつありますよ。見てみろ、時計よ。え、バンが、なかなか来ないの。あ、いや、来ないっていうか、次こそは。お父さんも牛若さんも両方救ったじゃないですか。なんで。もう何が正解なのか、どうしたら抜け出せるのか分かんねえ。あれ、これデジャブ。大丈夫。あっちですよ。まあどっちでもいいんだけどな。どういう意味ですか。うるせえや、裏切り者。もしかして僕たちはその繰り返してるんじゃなくて、似たような時間を過ごしてるだけなんじゃないですか。今日客席の空気が重いな。喋っても喋っても全然客の反応がねえよ。で、この人は覚えてねえんだよ。あ、めんどくせえ。とにかくまた時間があそこに向かって動き出すってことですよね。これきっとそういうことだ。誰かにとって都合がよくない。時間も操作してるんじゃない。お父さん、あ、びっくりした。何やってるの。いや、別に時計がさ、遅れてたの。時計に細工を。考えてみれば、さっきのあの時間、途中からコトーさんに都合のいいように流れてたような気がしませんか。コトーが満足するまでこれは続く。あの人、ひたすら牛若を追い求めて時間を飛び越えていきますよ。コトーさんと楽屋で二人きりにならない方がいいんで。どういうこと。ああ、それからですね、トイレには行かないで。なぁい。ちょっとつべこべ言ってないで。何、私の水が飲めない。お前いいやったな。うるせえな、お前のためじゃねえ。そしてトイレを自由に使え。あそこの何、衣装着てるから変えないと。しまった、完全に舐めてた。こんな感じで目立たないようにするしかないわ。より目立つないと。これだってさっき見つけたんだから。さっきっていうか
いつのさっきだろうね、あれは。お前はな、邪道なんだよ。役者じゃねえ、芸人だ。役者だったらな、セリフと演技で笑わせろ。笑われてんじゃねえよ。だから言うかな。お前にそのセリフって何かなんだよ。ダジャレのこと。お前は芸人かだ。だからな、そのカメラでな、その俺のトイレを撮ったんだよ。どういうこと？コトーさん、更衣室でうんこしたんですか？今の話の中になんでそうなるんだよ。お前ちょっと邪道すぎない？今よ、私の代わりに出て、ちょっと外せない事情があるんだよ。なぜ本番中に出れない事情って意味わかんないですけど。説明は後よ。そっちの台本持ってんだから、セリフぐらいわかるでしょ。さっき出たばっかっすよ。客混乱するじゃないですか。こうやって隠してれば案外バレないから。そういうことだし。これですか？そうです。こう見えても私はただのアボカドです。完璧。何なんだよ、何なんだよ、これ。反対渡って、私の身にも誰？盗んだの誰？俺だ。あんたか。そうだ、言うたことないですよ。何であんたが出たの？あー、ババゾノさんの衣装？あ、そういう趣味が？そうなんだ。ちょっと待てよ、お前。いいか、こうやるんだ、こうやればな、一応何してるかなんて全然わかんねえから。さらに動けば俺も見えない。ほら、どうだババゾノ、見えないだろ、見えないだろ。誰にしゃべって。誰かが自分に都合のいいように時間を操ってるって感じることはありませんか？何それ、そんなことない。ああ、例えばの話です。ない、私にはもう何もない。何なの、あんた気持ち悪い。なんだか私が楽屋に長くいられるように、そういう風に時間が気を使ってる感じがする。誰かが時間を操ってたら。何がかのこと言ってんの。もし操れたらどうする。そうだな、俺だったらこのカメラも、いや違うな、もっと富山にうまく疑いがかかる。いかんいかん、俺は何を言ってる。いや、ごめん、心の声がダダ漏れだ。はい、ごちゃごちゃ言ってる。俺がやったとでも言うか。証拠はない。証拠はもう一回作る。もう一回繰り返し。そうやって集めた都合のいい時間を並べて時間を感じる。受け入れられなかった部分はどうだ。ただ忘れていってしまうだけだから、本当はバラバラなの。過去から未来に一本つながっていると感じること自体錯覚よ。それに気づいたものたち、なんかよくわかんないけど。わからないなら気づいてる人間にただ振り回されてる。自分が思い描いた未来を作る時間、その結末迎えるまで繰り返し構えられてる奴が逃げる前に服を脱がす練習。俺は俺のためにこれを利用させてもらう。あのが楽屋にいてずっと着替えをしてますように。さっき残念って何。あの、その説はお疲れ様でした。いや、自由な風呂についてちょっと話し合いましょうか。ビクトリアは何をするんだ。本番中だと逃げられないぞ。ビクトリアを全然帰ってこねえ。モートルの時間にならない限りこの繰り返しから逃げられない。気分がいい。あっ、舞台上はすがすがしい。ババゾだ。俺もババゾだ。誰ですか、盗んだの。ババゾノだよ。あんただったのか。僕の趣味悪い。余計なお世話。あんたこの流れの中に甘えてるだけだろ。誰かにとって都合のいい時間って何なんだ。人を笑わせるためのステージなのか。